毎年喜んでくれるさかい嬉しい思いで、まあ、あの大体の作業が終わりに近づいた時期にいつもこれはさせていただいてるんですけど、学校からそのいただいたら喜んでお受けさせてもとるようなことなんです、はい、できることならこの小さい子が大きなって、あの小さい時にいただいた栗が美味しかったなというようなことで、一人でも二人でもやっぱり後継者が育ってくれたらなという思いいっぱいなんですわ、はい、美味しい、栗美味しいです、栗美味しいです。